興味本位です。とりあえず乗ったという感じでした。おー、ナイスショー。ありがとうございます。17ホール目まで来ました。もう連れてきました。ドラマが起きるか。残り2ホールあれ来ますね、あの距離を。ちょっとありがとうございます。お疲れです。飛んでる感がちょっと。めっちゃすごい。ここに来て。飛んでましたね。飛んでます。こっちはもう。なんだろう。なんか触れてないもん。触れてないですよね。うん、なんでなんだろう。疲れてるのかな。うん、そんな感じがします。振ろうとしてるんですけど。うんうん、クラブがめっちゃ重く感じます。重たい。水吸いました。でも女子はやっぱり上がり3ホールってやっぱしんどいですよね。そうですね。やっぱすごい疲れますね。うーん、自信なんですね。そこはな、その言い訳聞きたくないからな。だって今年のツアーの、はい、こう抱負というか目標というか始まってます。今日はですね、やっぱ勝つことですね。かっこいい、かっこいい、一言。勝つこと、勝つことですね、やっぱり。ちょっとまあ次の試合がいつになるかわからないですけど、まあ、それに備えて、まあ、やるべきことはやらないといけないかなっていうふうに思います。どうでしょう。ぜひ応援行きたいですね。ねえ、観戦来てほしいですね、皆さん。リンゴルフファミリーの方に、うん、応援します。応援しに、はい、ぜひお願いします。応援行きましょう。応援します。私プロの方の試合見るのが一番楽しい。確かに。あれ、どこかあります。あ、ありますあります。去年モンダミンカップ見に行ってました。あ、そうですか。はい、逆に男子の試合は行かないですか。男子の試合も行きます。行きます。うん、男子はでももうなんだろう、一生自分にはできないゴルフをされてるから、うん、企画外。もうなんかそう、あー見て楽しいみたいな感じだけど、うんうん、女子プロの方のだと結構なんか打てるかもみたいな。うんうん、でもすごいショットばっかり出るって試合の時ってなんだろう。結構なんかセカンドショット見るのが楽しい。うん。うん、その前からどうやって打つのみたいな。うんうんうん、175とか、ナイスショー。頑張ったんです今。ゴー、すごい。すごいすごい。ナイスショットですよ。うん、ジャンプした。ナサちゃん。ギリ乗った。
印が150なんですけど、プラス20ですから、なので165ぐらいですかね。雨だから、読んでいくか。普通にレギュラーツアーとあんまり変わんないですよね、この残り距離だと。ミドル、そうですね。私もセカンドこういう4番ユーティリティとか持つ機会多いので、はいはいはい、女子でも飛ぶ方じゃないって、ちょっと真ん中よりちょっと下かなぐらいなのかな。まあ、平均が多分240-250ぐらいですかね、女子は。まあそんなんなんですね、飛びますよみんな。先週とかも足ふっくらぎパンパンで、もうここに針打ってました。へえ、やばい。それはマジで。久しぶりの試合もあったんで、はい、でやっぱ雨も降ったりして、うん、やっぱ下が柔らかい分余計疲れるんですよ。なるほど。なので初めてここにも針打ちました。へえ。こんなとこ確かにあんま聞いたことないね。半端じゃない針。へえ。やっぱ針打つと効くですか？効きます。あ、針が一番いいです。なんかいろいろあるけど、はい、針ですね、私は一番。へー、ショートだけは、おおおお、ナイスタッチ。じゃあ OK ですよ。どうも OK 出ました。8番が終わって、はい、リンゴルフチーム2アップ、はい、ということで勝負がつきました。ついちゃいました。通談でした。ありがとうございました。負けました。いいショットたくさんあったんですけど、頑張ってリンゴルチーム頑張りましたね。頑張りました。やっぱりスクランブルの公式は難しいですね。パターでたくさん打てますからね、こっちは。いや、私も3回打ちたい。いや、でも言い訳はできないので負けは負けです。すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで最終ホールはそれぞれ、はい、ストロークプレーということでラウンドして、はい、1対1、1対1って言えばいいのかな、3対1、3対1だけど、うん、それぞれのスコアでプロに勝負するとはいいうことでやっていきたいと思います。ミカプロと引き分けになった場合は1ダースボールをプレゼントしていただくということで、はい、もしかしたら3人引き分けちゃったら3ダースくれるってこと？竹さん違います。スコアだから違います。違うのか、はい、違います。違います。違います。1ダースです、はい、1ダース。はい、ということで最終ホールよろしくお願いします。よろしくお願いします。いいんじゃない。そうですか。素晴らしい。ナイスショー。わお。そんなにボール。あ、ゆいさんはこっちでいいんですか。フラフラしてる。ゆいちゃんは。え、緑で行きます。いや、もう白で。ゆいちゃん、パー取れます。どうだった、ゆいちゃん。入れて。いいね。
右にキック、うん、ナイス、ナイスです。私はあのハンデをいただきましてレディースティから回ります。バンカーより左の方がいいかな。どこのバンカー？あっちの。あ、奥？うん。右すぎるとね、ハニーだよね。こんぐらいに。狙い通りのバンカー、素晴らしい、ありがとうございます。ナイスショー。サイレルターだ、3つの親子になるそんなにでかいんですか？私見てないし。首の後ろが大きい、大きいですね、多分。こういうデザインもあるんですよね、市販で。気になる方はネットで調べてくださいもしかしたらプロ仕様なのかもしれないです。ゆいちゃん狙います。スプーンで。狙います。ちゃんと当たれば届くはず。うまい。おケースは今日1ぐらいの当たりじゃないですか。しかし最後まで、しかしオーバードライブできず1回も。いいショットでしたよ。でも上り入れて160ちょい、6番ユーティリティでいきます。脱落まだわからないやっぱストロークも楽しいよね。そうね。一番良かったセカンド確かに。あ、近いですよ。おお、これすごい景色になってるいやちょっと寄せないとやばいやつだな。そうなんだよ、私もなんだこれ。これもいいよ。
なかった。何狙ってたんだやっぱり。さあバーディーパットです。下がってる。はい、最後はバーディーいただいて、うん、はい、視聴者プレゼント取られましたすいませんすいませんで今日のミカプロの、はい、スコア、はい、いくつだったんですか。今日は72アンダーです。2アンダー2アンダーありがとうございます。4バーディー2ボギー、はい、ゆうちゃん今日どうでしたか。やっぱラフからとか、うんうん、もうショットすごい勉強になりますね。すごい今深いラフ結構長い時期なんで、うん、のちゃんと自分も打てるようになりたいなと思います、うん、そうですね、はい。まあ、今日結構なんだろう、同じところから一緒に打ってもらったりとか、はい、そういうのですごいこうプロの打ち方いやできないなんか気持ちは同じようにこうやって打ってるのに全然ボールも止まんないし、やっぱすごいなって、実感した一日でした、はい、いやでも2人ともアプローチ上手いです。すごい、ありがとうございます。逆にいいもの見れました。今日プロどうでしたか。いやもう本当どうなるかなと思ったんですけど、うんうんうん、スクランブルという方式でプレーさせてもらって、はい、ちょっとやっぱ正直しんどかったですいやでも本当楽しくラウンドさせていただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。竹内さんどうでしたか。もうまたリングロファミリーということで、そうですね、おいでいただければ、はい、幸いでございます、はい、試合これから、はい、いつになるか分かりませんが、はい、頑張ってください、はい、リングロファミリー一同、視聴者も含めて、宮里美香プロを応援しております。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。それでは皆さんご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価コメントお待ちしています。バイバイ意外に普通なんだ、はい、これじゃない。あ、チャンネル登録高評価それはちょっと違うけど、チャキーチャキーチャキーってなる皆さんご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録高評価コメント、ちょっとやってくださいよ面白すぎる。どうぞ